USS 伊ジ島に着陸しようとしているメガボルト -22BO スプレーライチュにより操縦される FW61V 2モニの空軍博物館所蔵のアンミル V-12 アニメーションサイドバイサイドローター式回転翼機は水平に回転する2つの大型ローターを左右に並べて配置したヘリコプターである。シングルローター式ヘリコプターにおいては 単一の大型ローターにより生成されるねじれモーメントを打ち消すため、テールローターが必要となる。これに対し、サイドバイ、サイドローター式ヘリコプターは、2つのローターを反対方向に回転させることにより、お互いのトルクを打ち消すことができる。それぞれのローターが反対方向に回転しているため、一方のローターが他方のローターの軌跡と重なり合っても、 ブレード同士が衝突することがない。この方式はローターが2つあるため、ブレードを短くしても大きな重量を支えることができるという利点を有する。また、シングルローター式ヘリコプターのように、エンジン出力をハントルク用に裂く必要がなく、すべての出力を水力用に使うことができる。ありがとうございます。